19世紀のシのエッタの翻訳本の写真より、オーディンが斬守されたミーミルの銅を見つける。ミーミルは、北欧神話のオーディンの相談役となった賢者の神、オーディンのおじにあたる巨人と言われている。スノーリストルルソンが書いたユングリング家の佐賀によると、アース神族とバン神族との戦争が終わりは僕した、際、アース側からの人質として、ヘイニルと共にバナヘイムへ送られた。 ン神族は、ヘイニルを狩猟にしたが、彼が期待したような人物でないことが判明すると、ミーミルの首を切断して、アース神族の元へ送り返した。その後、オーディンが首が腐敗することのないように薬草をすり込み、魔法の力で生き返らせ、大切なことは必ずこの首に相談したと伝えられている。ラグナロクが到来した際も、オーディンは真っ先に首の助言を仰いだ。 スノーリのエッタのギュルビタブラカシ15章で彼が非常に賢いのは彼が守っているミーミルの泉の水をギャラルホルンで飲んだためだと言われている。ミーミルは水を飲む代償としてオーディンの眼球を抵当に入れるよう求めた。ミーミルは下の巨人と考えられるが研究者によってはミーミルは水にまつわる自然現象の象徴であるいわば水の巨人であって 彼が守っているミーミルの泉から首だけを突き出していたと解釈する人もいる。またシーグルズルノルダルはオーディンが医師者に質問をすると生前は特別賢かったわけではない彼らが様々な消息を話したという伝説があること、アイスランドには死んだばかりの男性や子供の頭が様々な消息を知っているという伝説がある。 ことなどから、これらがミーミルの残首と結びついて、現在知られているような、ミーミルの首の物語となったと推測している。サクソグラマティクスが表した、歴史書、デンマーク人の自席には、森の神のミミングが登場する。山室聖はこのミミングをミミルではないかと考えている。ミミングは唯一、バルデルスを倒せる剣を守っていた。また手に入れたものに富をもたらす腕輪も所有していた。 ある時、バルデルスを倒す決意をしたホテルスが、ニ乳兄弟のナンナの父、デバルスに教えられ、その剣を求めてミミングの元を訪れた。ミミングはホテルスに捕らえられ、剣と腕輪を奪われた。ありがとうございます。